阪神岡田監督の悩み。秋季キャンプでは思い切りできる。まあ人数少ないしな。これはまあだからチームの底上げという意味では11月が一番ええねん。一番鍛えたいやつ2人、佐藤輝、森下が侍合宿でおらんけどな。俺は別にアジアでやる必要はないと思うけどな。笑い。もうアジアナンバーワン世界一ちゃうの？笑い。現場を預かってるもんとしてはこの11月いうのはものすごい伸びる要素のあるな。一番鍛えたいんよ。はっきり言うてもう1年間で、2月からやってるから体が体力ができてるから、あとはもう技術を教えられる。2月はやっぱりそういうわけにはいかんからな。そういう意味ではやっぱり痛いよな。佐藤輝は鍛えたい。そら当たり前やんか。苦笑い。昨年も侍ジャパン参加でそやったから、昨年も秋季キャンプ参加は最後の1週間だけやからね。肝心の2人、輝と森下が侍ジェイ招集でおらん。輝と森下は岡田監督に期待されているのが分かりますね。秋季シーに出れないので侍ジャパンでの活躍を期待しています。輝も森下くんも岡田監督に愛されてるな。忘れてた、侍ジャパン輝くん打てないけど疲労も含め大丈夫か？森下と桐敷は疲労とか大丈夫？森下いるせいで佐藤輝が兄貴キャラ感醸し出してるのおもろいな言うて、佐藤もまだ全然若手やで大山にちょっと抜けてる、口だけは上手くなった笑いとか言われてたけど。今度は来週のアジア大会が楽しみかな。佐藤くんは日本シリーズの悔しい分も暴れてほしいし、森下くんはなんだかんだで打つと思うし、桐敷くんと及川くんは何も心配してませんわら。みんながこのアジア大会でさらに成長してくれたらいいな。楽しんでほしい。一番鍛えたい2人、テフェルと名前が並ぶことがまずすごいし、本当にいかに岡田監督の森下くんへの期待値が高いかが伺えて、ただただすごいの一言に尽きる。監督、佐藤と森下をもう一段階上へと指導してあげてください。選手への直接指導をほとんどしないと何かの記事で拝見しましたが、まだまだ子供の彼らには絶対必要だと思うんですよ。彼らが遠くない未来に後悔しないように。森下も丁寧に育てないとな。森下は経験にしてほしいな。怪我だけには気をつけて。秋季キャンプで守備はまたみっちりやってくれ。特に佐藤森下はじめ、ボンザレス紅林の鉄壁見て、やっぱ守備力は大事と思うよね。檻の内野は見事だったわ。佐藤と森下連れて行かれるのほんま痛いな。岡田の言うと通り、今鍛えないと来年も。輝と森下は侍だし、スタメンクラスは甲子園居残りで、秋に行くのは小畑、小野寺、上田あたりだけなのかな。どんでんのあの森下と才木への愛は何なんだろうな。どんでんやっぱアイブラック兄弟に期待してるやな。秋キャンプできないの気にしてるし。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。